ご視聴ありがとうございました。お宝の嫌いな盗賊はいないよ。それは、ん？武者は焼けた金貨を拾う。よくお書いてはやけ。焼けるの怖くて。おかしい。その噂が本当かどうか。お宝の名前。アルパテス。よし来た。名探偵。しかし、私は神の使いです。盗みなんてしない。噂の。そんなこと言って。うん？よし。 異端審問か。教皇から秘密とするよう仰せつかっていたことが。興味深いですね。だが、大聖堂にある聖火の。迷える必要。 ここでよろしいでしょうか。ん、ここでいい。神のいたずらが仕掛けられている。俺の仕事は終わった。聖火の過去が上がる。さすが。隠し通路とはどこも悪趣味なものですが。しかしここまで細工をして宝一つ隠すと。のんびりしたりと置いとく。メーター。やれやれ。盗賊。 教皇の代行者。わ、芸家な。申し遅れました。あなたがアルパテス。え？我が一族は代々アルパテスの名を受け、教皇芸家の庇護のもと、食事が運ばれるほかは何者もここへは来ません。ずっといるの？ここに。籠の中のこと。小鳥？時に最近お姿が見えない。教皇芸家は？お。 使命を果たす時が来たようです。託したいものがあります。どうか、いよいよお宝どころか。これは、随分曇ってますが。何これ？お宝どころか。あれ？ソローネ君。<笑>私は、使命って。あ、危ね。ふらついてるじゃないか。ありがとう。やはり、さ、いつかまた、そなたたちは、明日を望みますか？ まさかこんな割れた鏡が。アルパテス。教皇が私にまで秘密にしていたんですか。彼女を止めるべきだったのでしょうか。まあいいさ。お宝はなかったんだ。なかったんだよ。大聖堂に隠された謎に包まれたお宝さ。神様のクソって思う。その手の作り話は聞き飽きた。いや、お宝。ゾローニの勘は当たるからな。<笑>いいよ。お宝。じゃあ俺たちはない方に。 ピルマスチ。しくじりそうな危険を避ける。ロマンがないやつら。ロマンがためになんだよ。いつか神様の世話になるときに。かけはさまざまでござる。コインは預けとくぜ、ソローネ。あんたたち。かけ。ソローネ君。行こう、決めなさい。ここに置いて。やれやれ、盗賊の音もあつらいな。